せーの、皆さんこんばんは。始まりましたね。はい、月曜マンスリーライブ第3回ということで、10月からお届けしております。月曜のマンスリーライブ、今月は12月の第3回ということで、はい、はい、もうこちらにご用意があります。もう来年の2022年1月号になっているんですね、さあ今日はたっぷりとこちらの月刊肉パン1月号をご紹介していきたいと思います。はい、はい、ということでではね、はい、まずねご紹介したいと思います、はい、ね、素晴らしいデモンストレーターですね、足立香織、よろしくお願いします。今日はね、はい、足立さんっていうのをちょっとなんかね、いつも通り足立ちゃんで呼ばさせてもらいますんで、ファンの方すいません、足立ちゃん、ね、はい、よろしくお願いします。はい、そしてもうエレクトロン界のレジェンド久保田博さんです。イエーイ、よろしくお願いします。今日結構ギャラリー多いよ。多いんですよ、ねね、緊張で、そう、ね、なんかさっきからお腹痛い痛いってますね。お腹痛いんですよ。でももうやるしかない。なんか泣きそう。俺が悪いことしたみたいじゃないか。大丈夫大丈夫、大丈夫ですか。はい、楽しく、ね、楽しくいきましょうね。はい、たっぷりと、はい、はい、それではまずはせっかくなので、曲から入りたいと思います。もういきなり行きますか。もういいですか。いいですよ。早いか。いいですよ。いいですよ。はい、はい、ではね1曲ね、はい、この曲集じゃないですね、月刊エレクトーンからね、はい、お届けしたいと思います、はい、はい、何を弾いてくれますか。私はこの中から一番上に載ってる明け星をまずは演奏します。やった、はい、お楽しみください。はい、はい、ということで、今日はこちらの譜面を練習してきました。グレード6級用って書いてあるんですけれども、明け星はテレビアニメ鬼滅の刃の無限列車編のオープニングテーマソングとして、書かれた曲で、ご存知の方も多いのではないでしょうか。ぜひお楽しみください。それでは演奏します。明け星です。
管エレクトーンですけれども、いろんな曲が入ってます。で、ま、あの自分もこの中から弾いてくださいっていう感じに言われるのかなと思ったら言われないで済みました。でもあの自分が過去にアレンジした曲がありまして、赤トンボ、赤トンボ、この今もう12月もあと10日でもね、この冬寒い時期に赤トンボ、考えました。月刊エレクトーンは最新も載せるけれども来年に向けても載せる、これからね、冬春練習していただいて夏の終わりとか秋に向けて、もし興味おありでしたら、なんか近くに暴走族、まあいいです。赤トンボをね、練習していただけると嬉しいかなと思いますね。今回はこの赤トンボっていうのは、まあ、あの全部静かめというかですね、アレンジになってます。前半後半は、まあ、グレード7-9-8-9でも弾ける感じに簡単な感じですね。で、中間のところがちょっと速いパッセージがありますので、ちょっと指をね、速く動かすとかありますね。音色なんですけれども、この赤トンボのリクエストがですね、50周年リクエストで、まあ、どんなあの楽器、どんな楽器というかエレクトーンの楽器、古い楽器でもあのついているというこのレジストレーションメニュー、ね、このレジストレーション、これ最近特にいい音になりましたけど、もうポンと押すだけでこれ、この音しか使いません、ね。でさらに効果をつけたいなと思ったらちょっとね、リバーブを増やしてあげるみたいな、はい、でちょっとリードをこのちょっとバイオリン下に下ろしてあげたりとかね、このリードを上げたり、ただこれだけでございます、ね。これで一辺倒で、お送りしたいと思いますね。では今年の秋のトンボはみんな死んでしまいましたけれども、ね、来年に向けて羽ばたいてもらいたいという気持ちも込めて、季節外れでございますが赤トンボ行きたいと思います。それでは。
あれ久保田さ ん、 ん、あそこになんか変なおじさんが、あ、やばい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 、なんか警備の人なんかいる、警備ちゃってちゃってね、おかげさいですね、いやね、聞いてくれましたですね、ね、改めてね、はい、ご紹介しましょうか。そうです ね、 ね、改めてじゃあご紹介いたしましょう。はい、はい、素晴らしいエレクトンプレイヤー足立かおり、はい皆さんどうもっていうのもちょっとね違った、ね、やると思ったね、ではなくて足立ちゃんからね、そうですね、はい、せっかくなのでそれではご紹介いたします。素敵なエレクトンプレイヤー久保田ひろしさんです。いやー、引っ張るね、楽しい楽しい、ね、改めて、ね、ご紹介しましょうね、はい、高野正志、絶対やると思いました、絶対やると思ったけど、ちょっと計算外だったので、あだっちゃんがやるとは思わなかったけど、もうあだっちゃんだけ味方だと思ったので、あ、皆さんこんにちは、高野です。乱入です、この赤いコンビの中にですね、全然違う色で入ってきた害虫みたいな色ですけど、はい、よろしくお願いいたします。害虫、害虫、なんか赤で揃ってる中でなんか全然違うからなんか今なんかその向きじゃない害虫、警備じゃないけど、警備じゃないけど害虫かなと思って、いや来ちゃいましたよこれ、しかもこれ何あの宣伝、宣伝、番宣じゃなくてせっかく曲集宣伝、あそこまで呼ぶのね、あの引っ張ってくれたんで、せっかくだからと思いまして持ってきましたですよ。ちょっとせっかくなんでちょっと座んないですか。はい、あ、いいですね、うん、立ち話もなんですからね、はい、自分で言わないかも、普通は、うん、ですよ。お邪魔いたします、本当にすいません、はい、ありがとうございます、とんでもないです、呼んでいただいたのか黙って勝手に来たのかって感じですけど、ね、来ちゃいましたですよ皆さん、こんにちは、こんばんは、高野正志です。今日これを持ってまいりました。いつ発売したんですか。これ先月の末に、じゃあ1ヶ月前ぐらい、ちょうど約1ヶ月前ですね、うん、あの月やりに絡めて言うと、その先月号でちょっとこれの新刊紹介をさせていただいて、それについて語らせていただいたんですけどね、です、まあ、コロナ禍でおうちで音楽をってことで「サリュー」という CD を作ったんですけども、なんかでお家で音楽聴いてもらいたかったんですけど、まあ、エレクトンを思えば月エレさんじゃないですけど、弾いてくれる方も多いので、うん、なんかその CD の曲に合わせてというかマッチング曲集ですね、これ弾いて楽しんでもいただこうということで、五三級だから多少難しいところもあるかもしれないんですけど、僕結構エレクトンで自分が好きなんですけど、擬音とかを入れてだから弾けない人でもって言ったらちょっと失礼かもしれないけど、なんかそういう、あ、こんな音出るんだとか、そんなところからも楽しんでもらえたらいいなということでね、ぜひお楽しみいただければと思います。せっかくなので、ね、はい、はい、もう今日弾く気満々で来てるんですよ、ね、弾く気満々で、実は弾く気満々で来てるんですよ。お願いします。そういうわけで混ぜてくれてありがとうございます。僕もこの曲集から1曲弾いてみようと思います。5曲あるんですけども、さっき足立ちゃんもやったけど、アニソンの中から1曲、足立ちゃんにも鬼滅の刃を弾いてもらったので、僕は鬼滅の刃もあるんだけど、もう一つのアニソン、ポケモンの方、目指せポケモンマスターということで、さっき言った、擬音ですね、擬音をいっぱい、使ってみました。こんな楽しい音も出ますというところを味わっていただけたらと思います。それではお楽しみください。目指せポケモンマスター。Yeah.